マーク・トウェイ号まもなくの出航です。西部開拓したいアメリカ側の船旅をどうぞごゆっくりお楽しみください。していて
何を目印に進めばいいか、何でもこの私に聞いてください。博士、トムソーヤ島付近の水路は泥が堆積しているせいで特に水深が浅くなっているそうだな。その通りです、キャプテン。しかし船底が平らで船尾に外輪を持つこの船なら全く問題ありません。マーク・トウイン号のような外輪船はこういった浅瀬にはうってつけの船なんです。煙を吹き上げるところから火の塊
カヌーと呼んでいます。今の声は水深を測るレンズマンと呼ばれる船員が、川は十分に深いので安全に航行を続けられるということを私たちに知らせていたんです。マーク・トウェインとは船乗りの言葉で、川の深さが2キロ、つまり約 3.6 メートルあるという意味です。この船はもちろんかの有名な作家マーク・トウェインから名前を取っていますが、マーク・トウェインという彼のペンネームは川の深さを測る言葉だったんですね。作家になる前、彼はこの私と同じ川を航行する船のパイロットだったんです。
ありがとうございました。